ね、広島来るのが20年ぶりか、約20年ぶりですね。16か17、高校生の時に1回来て以来ですからね。乗り換え口で出てても分かんねえな。横川まで行こうかなと思ったんですけど、ちょっとこの後のね、ちょっと予定がありましてね、今回は広島で降りて、とりあえず仮眠取る場所を探すという流れですね。よいしょ。やっぱ広島やな。ってことで、とりあえず広島に着いたんですけど、今回 ね、広島に着いてからの、ね、企画に、これ何でもたんですかね。今日広島来たかというと、まあ、本当に広島前来たかったかというとですね、実はですね、明日の朝一に友達が広島に来るんですよね。カンクレのイベントがあって、なんかクレでイベントがあるっていうので、友達がそれに行くという話を聞きまして、でお前行かんのかって、まあ俺はちょっと予定も入ってるんで、ちょっと実は最初予定が立たなかったんだけど、いろいろと予定が立たなかったもんで行かんって話をしとったんですけど、よくよくとですね、いろいろと詰めてみたらですね、なんとか俺も行けんことないぞと、クレに、ね、明日の昼ね、予定では本当は土曜日の昼過ぎぐらいから行く予定ですけど、まあね、今回4連休っていうことだったんで、でもね、今考えてみたらこれ来れたじゃないですか。で実際来れたじゃないですか、11時半に広島に。そうするとその友達がね、名古屋から高速バスに乗って朝の5時に広島に来るらしいんですよ。ってことで、せっかくだからそれをね、お迎えしようということでね、朝の5時に広島駅にで、いるはずがないであろう私がね、お出迎えをしてね、いらっしゃいませ、ようこそ広島へと、やってやろうじゃないかと。まあ私広島一回来たことありますからね、まあ20年以上前ですけど、ということでね、まあだからね、ちゃんとね、広島案内できるようにね、今のうちからちょっと広島ぐるっと回ってね、で朝の5時にそいつをお迎えに行ってっていうような流れにしようかなと思っております。ただね、ただね、言うてもね、本当にこの前来た時も広島市内をちょっといろいろと、知り合いでね、広島大学出身の先生がおって、その先生に教えてもらっていろいろとちょっと見て回ったっていうぐらいでしたんで、一応ね、1泊2日して雇ったんで、それなりには回ったんですけどね。で、だから全然わかんないです。広島から本当は市電に乗ってて、で駅の近くあたりにあんのかなと思ったら、こっち側が在来線乗るかね。あ、感じとしては名古屋と逆なんやね。名古屋はどっちかというと南側、西側にね、新幹線の駅があって、北側、東側の方にありますけど、ちなみに広島ってどっちなん？広島ってこっちに乗るんや。なんかオープンしてる。駅。10月2日？めっちゃ最近や。へえ。何も見てない。この後のね、予定ね、雨降っとるで外あれやな。一応ね、この後の予定ね、一応組んでるんですよ。なんかね、深夜バスでね、とりあえず出張ぶりとかあっちの方に出た方がいいみたいなんですよ。どうもね、カラオケ屋さんとかいろいろ繁華街ですぐにあるんですけど、意外とネカフェがないみたいで、調べとった快活クラブとか、あと自由空間とかも全部八丁堀ってところまで出たらいいんですよ。まあ歩いて行くこともない距離なんですけどね。まあ雨ですしね、あれも雨やんどるかな。あ、雨やんどるかな、雨やんどるな、うん。ただね、歩こうと思ってもね、夜のね、広島はね、あ、まあでもせっかくや、歩いてみましょうか。うん、今日は南口で、その友達はね、
南口に来るらしいんで、こっちで会っとんのよね、南口。あんまよくわからんねん、こっち。多分こっちか南でよかったはずないけどな。まあ当たり前ですけど、東浜も大都会ですからね。なんかめちゃくちゃ綺麗ですね。20年ぐらい来てない間にもうガラリとやっぱし綺麗になってますね。タクシーもすごいですね。あでもあちょっとやっぱ雨当たってきそうな。もしバスを使わせてもらうことにしましょう。これは電車乗り場、市電乗り場ね。でももうこの時間はね、市電は終わってるはずなんで、でもね、バスがこっちから出とるっていうふうに聞いとるんで、うわ結構降ってきたな。あとちょっと糸島フリーワイファイなんていうのをやってるんですね。ここは電車降り場、こういうふうに分けてあるんですね。出てますね。東洋大方面での乗り合いってなんか出とったね。これ長堀、あ、これ八丁堀方面の発車、これ9番でも全部屋根もついてね。で、あの名古屋の駅よりあれですよね、乗り換えの場所がまとまってますよね。あれ市バスのターミナルめっちゃ遠いですからね、特に近鉄から乗ると。おっ、ここで八丁堀ってなってますね。はい、ということでね、今ね、衝撃の事実が分かりましてね、ちょうどね、友達から電話かかってきたわけですよ。その広島に来るって言っとった深夜バスに乗っとるはずのね、おう、こんな時間にかけても深夜バスの中でかけていいんかと聞いたら、いや俺土曜日の夜にバスに乗って日曜日の朝に呉行くから言われちゃったわけですよね。さあどうしましょうね、これどうしましょうね、これ。丸一日暇になりましたね。まあまあ一応イベントにね、まあね、一人でね顔出す、まあ出すは出すにしてとしてですよ。ねえ、とりあえず今日これ今晩どうしましょうね。とりあえずね、八丁堀の方までは出ようかなと思ってるんですけどね。まだバスありますもんね。はい。ということでとりあえず八丁堀に来ましたけどね。バスで来ましたからね。さあとりあえずね、今ネットのアプリで調べてみたら、もう買い方クラブがいっぱいらしいんですよ。さあどうしようかな。仕方ないでさまようしかないんですけど、でも幸いなことにね、私本当によく分かってないんですけど、この辺りちょっとねさっと出てきたところですよ。この辺りも全然まだまだ繁華街なんですね。あそこが買い方か。屋根もあるんで全然大丈夫ですね。まあ何かしら、まあ買い方いっぱいでもどこかしら空いてるでしょう。はい、ってことでね、まあそのここから少し南西の方ですね、に向かってきまして、本通り、広島本通りという方に出てきました。そうしましたらですね、このカラオケさんの奥かな、にですね、自由空間の広島本通り店というのがありまして、ちょっとこの写真だと分かりにくいんで、こちらですね、ちょっとあの Google のストリートビューから撮りましたけど、まあこんな感じであります。で、もうお店とかあの周りのお店だいぶ変わってますけどね。で、自由空間があったんで、そこがねあのマット席空いてましたんで、そこでまあマット席で、ですね、フラット席ですね、で休みましたよと。まあなんかで、あのアイスとかあのソフトクリームなんかもね あるお店だったんでね、まあ、食べて、まあちょっとね仮眠をとって、で、次の翌日に備えるという形になります。で、どこか以上でございます。ご視聴ありがとうございました。